僕全問正解です。マジでわかんねえ。口の場所どこ？え、僕匂いで分かってました。スパイスとは何なのかいっていうのね。これは当てた。そっち跳ねた。なるほどね。手が分かれたんだ。おい、バカ自宅になっちゃうって。ナナモリとゼルとリーヌとコロンとレトとサトミです。せーの、サトミです。なんか並んでるんですけど、そう、何するか分かります？え、でもなんか、うん、パンとか食べそうだね。水が用意されてるね。お水があるめっちゃいい匂いしてるしね。さ、ご飯食っても顔スタンプつけんだから分かんねえだろ。やめなさい、そんなこと言うの。違うの？なんと食べます。食べる、食べるんかい、食べるんかい。食べるんですけど、うん、ただ食べるだけではございません。ほう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 。題してストップリキキカレー選手権。キキカレー、カレーやったことない。有名チェーン、うん、5店舗のカレーを用意していただきました。おー、5店舗ね。どのカレーがどこのお店のものなのかをみんなで当てていきたいと思います。ね、なるほど。ちょうどよかった、そこが過ぎたんで。食べれるの？え、まず。いや、もう、どちら全部食べるよ。え、だってさ、リヌそんな食べれないでしょ。リヌ、いくさらも食べれんよ。動画の企画で腹満たそうとするのやめてください。今回はですね、5店舗。吉野家さん。松屋さん。すき家さん。中尾さん。そして我々大好き、オーベルジーヌさん。こちら5店舗のカレーを用意しました。あんまり食べたことないです、ね、あの我らが大好きオーベルジーヌしか食べたことないんですよ。俺もそれ、そうな、牛丼四天王のカレーがやってくるっていう。ほんまや、牛丼じゃないんだ、ね、牛丼じゃないんかい、そこみたいな。これ食べたことないと当てようがなくない、ね、これどうしたらいい、どうしたらいいんだろう。なヒントない、牛丼を想像して当てる、うん、今回一番のヒント、うん、あります。お、一番のヒント、吉野家さんだったら吉野家さん、うん、すき家さんだったらすき家さんの、うん、カレーに関する詳細が書いてある商品ページっていうのがあるんですよ。なるほど。なのでその商品ページに書かれている文言を教えていただきます、うん、なるほどね。それを見た上で食べて、例えばスパイスにこだわってる店舗もあったりとか、王道の味をにこだわってるお店もあったりとか、なるほど、そういうのを加味してどこの店舗か。じゃあそれだったら分かりそうだね。吉野家好きや、うん、食べます？ウーバーとかで頼んだりする？まあ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 、まあ、でも牛丼食べてる。そう、同じ牛丼といってもちょっと違うじゃないですか、うんうんうん、お肉が違ったりとか。確かに。これ当てることができるのかい。やっていきましょう。ちなみに今回も正解数が一番少なかったメンバーには過酷な罰ゲームが。絶対やだ、絶対やだ。カレーの流れでさ、超激辛カレーとかやめてね。ありそう、なんか超ありそうだけど、この流れで激辛カレーじゃなかったら ね、 ねほんまよ。なぜカレーなのかいっちゅう話よね。怖い怖い怖い、カレーの本当に怖い。さあやってまいりましょう。はい、おはい、はい、ではですね、皆さんのお手元にアイマスク、はい、はい、配られましたね。だいぶ個性の強いアイマスク、はい、俺めちゃくちゃ険しい、ね、俺アホの子やねん。食べるときはこちらのアイマスクをつけて食べていきます、うん、なるほどね。でも味だけなんだ、ヒントは。うん、まあわかるでしょ、あまり自信ないみんな。いや、逆に外すとかある。いや、公式サイトに書いてある情報教えてくれるんだったら、まあ、そうだよね、俺情報でね。ナー君は自信は全くない。待てズバッと、うん、各チェーンの特徴読み上げていきますか。おっ、欲しい欲しい。じゃあまずは吉野家から。野菜と果物をベースに15種類のスパイスを配合しております。あ、マジか。スパイスだ、スパイス系ね。15種類のスパイス入ってる。15って言われても分かんないよね、まあ、確かにね。どれぐらいなのか。そして続きまして、松屋のカレーの場合、はい、スパイシーさがありつつもマイルド&フルーティーさを感じる。わかりやすそう。マイルド、マイルド、マイルド、マイルドか。フルーツ感があるってことはね、わかりやすそう。甘口系なのかね。確かに。続きまして、すき家のカレー、20種類以上のスパイスを使用しております。玉ねぎやトマトの甘みが溶け込んでおります。玉ねぎとトマトを感知できたら、むずくないか。でも、さとみくんトマト嫌いなんで、うん、多分そのビリリッとくると思うんだよね、うん、トマトだ、違うだって。中尾、数種類のスパイスと風味が豊かなカツオの出汁を効かせた和風カレー。あー、なんか分かりそうなんだよな。カツオ感、和風感があったら中尾ってことですね、なるほど。中尾のカレーマジで食べたことない。むずそうだし。そしてラストがオーベルジーヌ。もうこれはいりませんね、ヒントが。悪いだな、オーベルジーヌいつも食べてるね。これこれ外すやつ。食べて分からなかったらもう終わりですよ。ありえない。もうそいつだけ二度とオーベルチリン出すなもん。ね、やばすぎ。分かんなかったら。さあ、アイマスクをつけてまいりましょう。はい、じゃあアイマスクつけます。じゃあつけていきましょう。つけます。僕、あの最近一番好きな食べ物カレーって気づいたんですよね。
だから大好きなカレーを発掘して帰りたいと思います。あの美味しいのはどれかじゃないんだよ。当てろだからね。君賢いね。あれ企画聞いてたかなこれ。見てください、この強そうな目をご覧ください。スタンプ入ってるね多分。頑張って写してください。人って目に現れるんですよね。全てが僕の目を見たら分かるように、僕はどのカレーなのか分かる。もうそれだけです。よろしくお願いいたします。どういうこと、うん、1日3食カレー食べてるんで。えまあそれはもう よくわかるかなって。おい早いよまだ言ってねえよ。3食食べてるで終わったらお前絵に来たよお前。それ終わっちゃった終わっちゃった終わっちゃった。誰が拍手してるのかわかんないんだけど。お腹が空いたので楽しみです。食べ食べよう。これはね、たくさん食べよう。食べるぞ。はい、まあ、カレーはね昔愛し合ってたんですよね。愛し合った付き合ったもんね。過去形やん。それ元カレーおもろお前。まあ自信はないですけど、まあできるベストを尽くして、まあ、ここは優勝してオリンピックを出たいなと思ってます。よろしくお願いします。ないでしょ。カレーオリンピック。カレーオリンピック。それカレーを作る側じゃない。確かに。カレーの準備は OK ですか。はい、はい、まずね、匂い嗅いでいきたいですね。めっちゃいい匂いする。美味しそう。え、僕匂いで分かりました。マジで。本当に、うん、食べなくても僕分かるんです。じゃあもう食べないでもらって。食べないです。あ、でも俺もなんか。さあ、じゃあ食べていきましょう。全然分からない。いただきます。いただきます。いただきます。食べなくても分かります。口の場所どこあった。ん、美味しい。辛い気がする。なんだこれ。あー、なんか分かった気がするわ。でもお手が食べちゃう。うまい。うまい。黙々と食うね。やばい。え、こんなうまい。うんうん、さあ皆さん食べ終わりましたでしょうか。はい。マジでわかんねえ。やばいこれ。スパイスのこの奥深さで大体スパイスとは何なのかいっていうのねなんでそんな自信あるの。君僕のことを放送でバカ舌ってよくバカにするけど俺より合ってるんだよね。さあ皆さんメモ終わりましたでしょうか、はい、どんどんいきますよ、はい、いただきます。いただきます。いただきます。うん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 。口が分かんない。なんで分かる。うまっ。これでなんで分かるの。いや匂いめっちゃ重要だな。ほんとだ。うますぎ。初めて食べた。これうまっ。これ分かった。これはバッチリですわ、うん、あこれはね思ってたよりいけるかもな。え、これ個人的に好き。さあ皆さん OK ですか。 OK です。もうこれメモもいらないぐらいも、うん、うんうん、ちょっと完食したい。お疲れ様でした。さあ行きましょう。はい、これは分からなかったら、はい、ダメだよ。まあ間違えるわけが違うもんやな。店によってすごいねえ、うん、分かりやすい味付けはうん、ね、すごく OK、うん、いただきます。いただきます。いただきます。これめっちゃ匂い重要やな、ね、全然違う匂いする。カレーってこんな種類あんねんな。いや二択だな。なんで。待って、なかなかね食べ比べることないですからね。ここで自分の好みのカレー見つけられるかもしれないですね。お母さんね、お母さん夕食できたよ。五種のカレーなんだな確かに。さあ皆さん準備はいいですか。はい、はい、バカむずいんだけど。あれバカ舌か。やばい、バカむずい。これやばい。いや難しい。 C だけに、ね、C だけに。ああごめん、うん、え何言ってるの。気まず気まず。いやでもこれね食べた後にね、うん、特徴のプロフィール文見るとちょっと悩ましいね。うん、ジェル君、スタッフさんから情報が入ったんだけど、うん、アイマスク逆らしい。うるせえスタンプで見えるんだいただきます。いただきます。いただきます。匂いがね結構特徴的。うん、多分これは当てた。なんでわかるの。カレー風呂入ってきたから。やば、怖これはいけそうだ、ね、これも俺いけそう。え、なんで。ごちそうさまでした。自信しかない。米うまっさあ皆さん準備はいいですか。ここの米うまっ、はい、やばいこれ全問正解だわ。あ、ガチでいける。これでなんでみんなそんな自信生まれてきた。ガチでいけるこれは思ってたよりいけそうだな。
とか言ってあ、保険かけてるとか言ってみんな普段いいもん食べてるんでしょね、あなたが一番食べてそうだけど食べてるんでしょみんな小君が一番なんかグルメバカ舌っていうのにバカ舌返しあるよ今日やばいバカ舌パンチ打ちていただきまーすいただきますやばい待って自信なくなってきたあれもうええあれはもうねはい僕全問正解ですさすがにこれ間違えるやついないやろ終わったかもしれないえ楽しみえそう僕が予想してたのと違う誰俺のことトントンしてる人カレー食べ過ぎてわけわかんなくなってきたアホになってきた誰俺のことトントンした人誰誰うんまあんえ誰ちょっとわあ頭おかしくなってそうよ誰トントンしてきたの僕だけこれ何僕のカレー味違う何どっとなんだよトントンされたんだよなトントンって僕もトントンされてさあ皆さんいかがでしょうかえ何これおいしい大丈夫ですえ最後分かんなかったコロちゃんいや違う最後が分かりすぎてあの全部狂ったんだよね同じ店が2個あるいいよえ僕も同じ店に2個あるそれもありよえそれでもありビリ回避のためにはそれも大事な1点なのえそれはありマジこうなっちゃうあやばい僕やったかも自信ないみたいだね青いのおいフリーズ様みたいな青いのデスビーム打たれるいやスパイスとは何ぞやっすね難しいね青いの思ってたよりこの説明がどういうこと言ってるのか食べたら分かる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 って言ってめっちゃ外してたらどうしようやめてよめっちゃ気まずいわそんなねえ俺とさつちゃんなんかすごいはずいよねねえもうこうやってみんな書いてるからこんなもん責めたこと言っちゃってるからさ肘ついちゃってんだから机に俺たち今お願いします当たっててください何も分かんねえ分かんねえやばいお前もう何食べてもいいじゃんそれさあ5種類のカレー食べてみまして、はい、なかなかこんなことないですからね、はい、ねそうですねどうでした食べてみた感想そして自信美味しかったです美味しかった本当にどれも美味しかった、うん、どれもマジうまかったびっくりした俺 A と C がめっちゃ分かる A と C は確かにいいねもうコロンさん喋んないですけどどうしましたまあまあまあだって俺も分からんかった青いのさあ、はい、怖いんだどうしたんだい青いのじゃあさとみくんから順に、はい、カレーを発表していきましょう、はいそれでは僕の決めた答えはじゃん A 吉野家 B 中尾 C すき家 D 松屋 E オベッチなるほどなるほどいやどうだろうみんなの人分かんないことなんだろうね A、C そっち派ねなるほどね結構分かれたんだこれ分かれたんだなるほどねマジか怖っさあ続きましてルート君お願いしますはい一人大外れ入れてほしいな僕が入れたところはこちらになりますはいどうだ A すき家 B 中尾 C 吉野家 D 松屋 E オーベルジーヌですあーしかも 逆ですね逆だ A、C がね分かる、ね、続きましてコロちゃんお願いしますどっちの戦いなんだこれ僕は A 松屋あれ B 中尾 C 吉野家 D すき家 E オーベルジーヌ。なるほどね。いやでもこれも全然あるかもしれない。ね、おもろいおもろいおもろい。続きましてリリ君お願いします。はい。これはこちらです。ドドン。A 吉野家、B 中尾、C すき家、D 松屋、E オーベルジーヌ。完全に C が多いのよ。完全に俺と同じ。佐藤君の全く一緒。味覚がリリと俺同じなの。バカ舌二人も知らない。知らなかった。バカ舌二人も来た。バカ舌二人も来た。やばいやばい。でもこれを写真に撮ってぜひツイートしてほしいぐらい可愛いねえ、うん、そのまとめ方この右下の子も可愛いうまそれでカバーするのやめてねこれで5ポイントもらおうとしてやばさあ続きまして、はい、ジェリコお願いします僕は A 松屋 B 中尾 C 吉野家 D 月屋 E オーベルジーヌおい見てんじゃねえか僕の一緒じゃねえかよえ本当に一緒だでもさこれでさもう一緒ルートとなくミニも優勝も一緒になる可能性がある、ね、あやばいねそして私ラストなんだ A すき家 B 中尾 C 吉野家 D 松屋 E オーベルジーヌでルーちゃんと全く違う2-2で分かれたから A、C が俺さとちゃんと逆だからいやここ結構ねセット出ると思うんだよねいやでもルーちゃんの下信用できるわいやでもね僕合ってると思う自分がいや俺はコロちゃんの下信用してるおいバカ自宅になっちゃうって
それでは正解の発表です。まず A の店舗こちらでございます。逆だったか。逆か。この時点で2個外れたってことだよ。難しかったな。 B の店舗参りましょう。やばい、これは。よし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 、これはな、和の出汁がね。さあ続きまして C の店舗参りましょう。でかいよここ。こっちが D じゃない。コロちゃん、え待って、えコロちゃん嘘でしょ。いいんじゃない。まあ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 、ね、成績は、ね、続きまして D の店舗。あ、やばい、やったー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 、めっちゃ外した。いいよ。で、最後は王道の正義の、正義の、やったー、マジかー。え、全然自信なかったけど。え、マジかよ。さとみ、3問正解です。おー、ルト、2問正解です。あれだけ寿司、あれ、あれ、コロン3問正解です。おお。リーヌ3問正解です。おお。コロちゃんと同じ3問正解です。七森2問正解です。そこ二人なんか一番自信ある感じだった。A と C が逆だったらと思ったんだけど、なんか全然違った。そもそもこの松屋 C D が違かったっていう、全然ダメだった。いやむずいっすね。なんだこれ、自信あったのにな。なるほど。おもろいのがちゃんとみんなオーベルジーヌは合ってる。オーベルジーヌはみんな合ってる。そこはちゃんと大好きですよね。バカジタ2人ってなんかさ、あれ、あれ、バカジーバカジーバカジー、でも一問されそんなバカとか言えるんですよ。そんなに変わらないと思うんですけど。あれやる。でも一人ぐらい5問正解言ってほしかったわ。確かに欲しかった。全員地味っていう。普段バカジタって俺に言ってくるのに同じ点数だった。まあまあまあ、どうなの、バカと同じ点数。そうだよ、まあだから友達でいいんじゃない別に。そう、バカってこと。俺とルート君、ちょっと罰ゲームもやりましょうか。 おめでとう、おめでとう、同率最下位ということで、おめでとう。今回の罰ゲーム、はい、激辛パウダー入りカレーだそうです。ですよね、それそうなるわ。もうそれちゃんと食べたとカレーって言って、やばいの言っちゃってよ。ちゃんと食べたとね。もう辛いもの見るだけで。あ、じゃあ目隠しよう、目隠しよう、目隠しする僕。なんか避けてない。なんか、なんか、あの量が2対8くらい。じゃあいいよ。ジルグ、ジルグ混ぜて混ぜて混ぜて。いけいけいけ。あー、え、怖い。いや、なんか匂いがもうやばいんだよ。本当にやばい。なんかさ、あの喉に来る匂いしてたよ。怖いよ。なんか食べる。綺麗に避けたね。なんか最初食べる？いきます？ルート目隠してるから今ビビって。あ、ルーちゃん全然やん。いや本当に？ナークのがやばいよ。じゃあナーク。行きますか。はい、召し上がれ。いちご屋のカレーです。おいしいか、どうだどうだ、うまいか。ナークン本当にやばい。ええやばい、ナークンが本当に。なんかちょ、俺もこの後帰るわ。めっちゃ辛い。どっちやん。ミルクもあるけど、いちごミルク。いいよ、こんなよ。辛いんだ、そんな。そんな辛いんだ。やばい、これこのリアクションあった後食いづらいぞこれ。あんま薄そうなところをすくっといた最初から。あ、さすが、ありがとう。割と色は茶色に近い。本当だ、もうほぼいいですか。はい、匂いやばいわ。もうあの米だけすくい取る感じで。それではルート君、いってらっしゃい。大きく大きく口開けて、ご飯いっぱいあるから。え、やばいんだ。電撃が出てる。電撃っす、電撃っす、電撃っす。でもね、ゆうとくんすごいよ。俺もうリアクションも取れなかったもん。足バタバタさせる余裕もなかった。ほんまに深いそうやった。やばい、壊れた壊れた。あとね、これイチゴヨーグルトもあるからね、ここに。はい、やばいこれ。別にもう目隠し外していいんやね。もう目隠しいらんね。目隠しの縛りなんやね。汗やばい。どうだった、食べてみて。いやね、うん、いやカレーでええやん、お前それ。カレー、ふざけんな、ふざけんな。なんで僕が罰ゲーム受けてるよ。また次回の動画でお会いしましょう。せーの、おつぶりー。